第7節マグニチュードのエネルギー。前の説では、深度とマグニチュードの違いについて学びました。この説では、マグニチュードの大きさについて学びます。いつものように、遠い位置で、前の説の復習をしてください。 地震の時に放出されるエネルギーは非常に大きいです。東日本大震災、東北地方太平洋沖地震のマグニチュードは9.0。それは広島に落とされた原爆のエネルギーの3万倍にもなるそうです。すごいエネルギーだったのですね。それでは問いにをやってください。 マグニチュードが0.1大きくなると、地震のエネルギーは約1.4倍大きくなります。問い算をやってください。マグニチュードが1大きくなると、地震のエネルギーは約32倍大きくなります。マグニチュード5とマグニチュード6を比べると、 マグニチュード6の地震のエネルギーは、マグニチュード5の地震のエネルギーの32倍になるということです。問いをやってください。例えば、マグニチュード5の地震とマグニチュード7の地震は、マグニチュードが2違いますね。 地震のエネルギーはマグニチュードが1違うと約32倍になるので2違うと 32×32 32イコール1024だから約1000倍のエネルギーの差となります。問い5をやってください。問い5はできましたか マグニチュード7の地震のエネルギーは、マグニチュード4の地震のエネルギーの何倍かです。マグニチュード5は4の32倍。マグニチュード6はマグニチュード5の32倍。そして、マグニチュード7はマグニチュード6の32倍です。だから、 32×32×32 32 32つまり32の3乗です。32,768になりますね。四捨五入すると3万になります。マグニチュード7の地震はマグニチュード4の地震の3万倍です。マグニチュードが1大きくなると 揺れ幅は10倍になります。問い録をやってください。これでこの説の説明を終わります。